皆さんこんにちは、クリアです。今回は A から Z に挑戦シリーズ。少し早いですが、ハロウィンのアルファベットキーホルダーを作っていきたいと思います。こちらの動画はレジンに興味がある方、ハンドメイド好きの方やレジン作家さん向けの動画です。何か制作のヒントになれば嬉しいです。今回は X のモルドを使用します。アルファベットコンプリートまで残りあと3つ、頑張っていきたいと思います。名刺サイズにカットしたアート紙を使って、まずは黄色とオレンジのアルコールインクアートをします。使用するアルコールインクはピニャータのサンブライトイエロー、カラバサオレンジとエタノールで薄めたカメンスカヤのブロンズです。それでは制作開始。ゴールドを垂らして、その後イエローとオレンジのアルコールインクを好きなところに垂らしていきます。手でゆっくりインク同士を混ぜて、エンボスヒーターで乾かしていきます。こちらの UV 保護スプレーでアートを保護します。外でスプレーをしてきました。レジン液のにじみも防ぐので必ず行いましょう。次にアルファベットキーホルダーで使用する月とかぼちゃのパーツを作ります。ボールペンで下書きし、ハサミでカットします。こんな感じで月とかぼちゃのパーツができました。実際にモールドに入る大きさか仮に入れて確かめてみます。マステでモールドのホコリを取り除きます。さて、いよいよレジンを使用していきます。レジンはローズクォーツを使用します。ローズクォーツをはじめ9つのレジン液を検証しております。気になる方はこちらの動画もご覧ください。レジン液に黒と青の着色剤を入れて夜空を作ります。モールドの5分の1ほど着色したレジン液を入れます。全体に行き渡るように手で動かします。下の部分に透明のレジン液を足して、爪楊枝で粗く混ぜます。かぼちゃで見えにくくなるかもしれませんが、少しイミシンな雰囲気にします。モールドについた不要なレジン液を綿棒で取り除き、仮硬化します。月とかぼちゃのパーツをレジンで仮止めします。かぼちゃは遠近感を出すために後ほど追加するので、今は少なめに配置します。着色したレジンを全体に薄く入れます。
上半分は夜空の星をイメージしてラメを入れます。下半分は金箔を入れます。透明のレジン液を数箇所入れて、爪楊枝で薄暗いもやがかかったようにします。上半分にホロを追加して硬化します。追加でかぼちゃのパーツをレジンで仮止めします。黒のジェルでかぼちゃにハロウィンっぽく顔を描きます。透明のレジン液を縁いっぱいに入れて、ラメと金箔を追加して硬化します。気泡は爪楊枝やエンボスヒーターで取り除いてください。硬化できたらモールドから取り出します。バリや表面をヤスリで研磨します。ヤスリは100均やホームセンターで購入しました。細かい部分は必要に応じてヤスリを変えて研磨してください。研磨したら一度水洗いします。次に黒のジェルでツタを描きます。その前に透明のレジン液で表面を平らにし硬化します。ツタは顔を描いたかぼちゃにかぶらないようにランダムに描いていきます。こんな感じでできました。 1.5 ミリのドリルでヒートン用の穴を開けます。爪楊枝で穴の中までレジンを入れます。そこにヒートンを入れて仮硬化します。次に面ごとにレジンコーティングしていきます。その都度180秒硬化してください。今回のアルファベットキーホルダーはインスタグラムのアンケートで決めました。季節物とアルコールインクアートが多かったので、両方合わせてアルコールインクアートでハロウィンキーホルダーにしました。よかったらインスタグラムにも遊びに来てくださいね。そして他にもいろんなアルファベットキーホルダーを制作しております。気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。綺麗にツヤツヤにコーティングできました。
それでは最後にやっとこでキーホルダー金具をつけます。やっとこキーホルダー金具丸カンを準備してキーホルダーにしていきます。完成しました。遠近感があるハロウィンキーホルダーができました。ちょっと早いですが、今年もハロウィンが楽しみですね。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。バイバーイ。